はようございます。呼吸法には古来いろいろあります。一般には腹式呼吸、胸式呼吸と言われたりします。広辞苑で調べると、胸式呼吸とは主として肋間筋による肋骨の運動によって行う呼吸。女性では胸式呼吸が優勢で、また安静時に一般に見られるもので、腹式呼吸というのは主として横隔膜の伸縮によって行う呼吸法を言います。一般に腹式呼吸というと、息を吸うときにお腹を膨らまし、吐くときにお腹をへこますというものでしょう。二木健三先生の二木式腹式呼吸法というのはその呼吸であります。息を吸うときには、まず空気を鼻より入れ、胸を通して上腹より下腹へ入れるようにします。息を吸うときにお腹が膨れ、腹に力が入り、いくらか硬くなるように心して行うのです。息を吸い終わったときはすぐに吐き出さずに、 2,3 秒の間少し耐えて精神を落ち着けてから、自然に長く息を背下より上に押し出し、胸を通して鼻より吐き出すようにするのです。息を出す時には、腹が平静よりは少しへこんで少しく硬くなるのであります。吸う時より吐く時に注意して力を入れ、かつ長く徐々に出すことが肝要だとされています。わかりやすい呼吸法であります。こうしたゆったりとした腹式呼吸によると、副交感神経が優位になってリラックスして心が落ち着くものであります。二木先生と共に同じ頃呼吸法として有名なのが、藤田霊斎先生と岡田虎次郎先生であります。岡田先生と二木先生は1歳しか違いがありません。藤田先生はお二人より少し年長でいらっしゃいます。藤田先生の呼吸法は、調和法、心身健康法という書物によれば、まず腰を持って下腹を前へ押し出すようにし、そうしてその下腹を膨らませて、そこにうーっと力を加える、すなわち腹圧を高める。それからその下腹よりして、常に息が自然に呼出吸入されるようになっておらねばなりませぬ。言い換えれば、下腹を膨らませて、そこにうんと力を入れ、そうしていつもそこから息の出入りができるようになっておらねばならぬということになるのであります、というものであります。岡田先生の呼吸法もよく似たところがあります。岡田先生の岡田式正座法という本には、次のように書かれています。正しき呼吸法。正しき呼吸は、息を吐くとき下腹部正下に気を張り、自然に力のこもるようならざるべからず、その結果として息を吐くとき下腹膨れ硬くなり、力満ちて張り切るようにならざるべからず。3、静下に気の満つるとき胸は虚となる。4、吐く息は緩くして流し。5、息を吸うときは空気胸に満ち来たりては、胸は自然と膨張す。胸の膨るるとき静下の張りは自然に警備の終始を見る。6、胸の膨るる時も腹は虚となるにあらず、呼気吸気にかかわらず、重心静下に安定して、そこに気力の不断の充実なかるべからず。正しき呼吸は、吸う息は短し、健全なる呼吸は他人が見てわからぬぐらいに平静なるべし、というものです。そこで二木先生の呼吸では、吐く息ではお腹がへこみ、吸う息で膨らむのに対して、岡田先生の呼吸では、吐く息でお腹が膨らみ、吸う息でへこむので逆だとも言われます。どちらがいいのかという議論もあります。時には岡田先生があまりにも短命だったので、岡田先生の呼吸法は良くないと言われることもありました。
しかし呼吸法はそれぞれなのであります。二木先生の腹式呼吸は気持ちをゆったり落ち着かせるのにはとても良いものです。しかし座禅の修行やあるいは武術の鍛錬などではゆったりするだけでは十分ではありません。そこに気力活力が満ちるものでなければなりません。最近お腹をへこませずに息を吐く IAP 呼吸法というのがあると学びました。 IAP とは日本語に訳すと腹腔内圧、腹圧というものです。腹式呼吸の場合、息を吐くと同時にお腹をへこませるのですが、腹圧呼吸では反対にお腹をへこませずに息を吐くときも圧をお腹の外にかけるように意識してお腹周りを硬くするものです。腹腔の圧力が高まることで体の軸、すなわち体幹と脊柱という体の中心が支えられることになるというものです。こちらはスタンフォード式疲れない体という本に書かれていました。岡田式の呼吸法によく似ています。これなどはスポーツの選手などが取り入れているものらしいのです。激しい競技などを行うのに体幹がしっかりしていないと怪我をしたりします。瞬発的に力を発揮するにも体幹がしっかりしていることが必要でしょう。武術の修行などにも丹田を意識して鍛えることが大切にされてきました。岡田式の呼吸などは単にリラックスするだけでなく気力を充実させるものであります。岡田先生は丹田を鍛えることを重視されていました。丹田が神聖の伝道である。伝道が立派にできて神聖が伸び、本当の人間ができるのである。満身の力を丹田に込めての一呼吸一呼吸は肉を彫刻していくのみだ。丹田の一点のほか、力を入れるな、一呼吸一呼吸に自己という大芸術品を完成せよという言葉もございます。呼吸法にはそれぞれの特性がありますので、よくわきまえて用いればよろしいものです。どれがダメだという必要はないと考えています。必要な時に必要な呼吸法を取り入れればよろしいのであります。もっとも最近は無意識の呼吸も大切だと学びました。本間郁夫先生のすべての不調は呼吸が原因に書かれています。一方、いちいち意識しなくても勝手に行われている普段通りの呼吸が代謝性呼吸。この呼吸は脳の脳幹にある呼吸中枢によって制御されていて、酸素を取り入れてエネルギーを生み出し、二酸化炭素を排出するというエネルギー代謝を日々自動的に行い続けています。そして二酸化炭素の調節システムはこの無意識に行われる代謝性呼吸の時のみに作動して、意識して行う随意呼吸の時には作動しないメカニズムになっているのです。ですから深呼吸のような意識して行う呼吸をずっと続けていると、二酸化炭素の調節システムが作動せず、かえって体内バランスを崩すことになってしまうというのであります。あまり意識して呼吸ばかり行うのも問題なのです。時には意識せずに無意識の呼吸によっても体は調整されているものです。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっとぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。
最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ。と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気が自然といっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。